皆さんこんにちは、ケンです。今日は私が初めて買ったロードバイクの紹介をしたいと思います。こちらなんですけども、モデルはトレックドマーネ S4。 私たちの動画を初期から見ていただいている方はわかると思うんですけども、全くもう仕様が変わっております。完成車の時のスペックを説明しますと、まずフレーム、フォークは、カーボン素材、シートポストもカーボン素材、ハンドル、ステム、スペーサーもアルミ素材、コンポはティアグラの4700番が付いておりました。10速仕様でした。ホイールはボントレガーのエントリーホイールが付いておりました。でこちらのトレックドマーネ S4 なんですけども、2017年モデルでして、価格は21万円ぐらいでした。こちらのドマーネ S4 なんですけど、ロードバイクの中ではカーボンエントリーロードという位置づけになります。でなぜまあカーボンロードが20万円レベルで完成車で買えるかっていうのは、まあ、コンポをもちろん、まあ、10速のティアグラで価格を抑えてるっていうのもあるんですけども、まあ、その他にもですね、トレック改造計画その3だったかなを見ていただいた方は分かると思うんですけど、フォークコラムっていうと、ここの今見えてはいないんですけども、ここの部分です。フォークコラムがアルミの素材でした。カーボンロードって聞くと全部カーボン素材なんかなって思ったんですけど、ここは実はアルミのフォークコラムを採用しておりました。まあ、他にもですね、トレックっていうのはあの OCLV カーボンと言われるものになるんですけども、それが、今これが400番になります。でこの数値が500、600、700と上がるごとによって価格も当然跳ね上がってきますし、ハイエンドなロードバイクについてきます。でここの数値が上がると、カーボン素材の原産国とか、あとは軽量700になれば、まあ当然この400断然軽量になりますし、そういったところで初めてロードバイクを買う人をターゲットに売り出されたエントリーカーボンロードっていうのが当時2017年ですね、ドマーネ S4 になります。それでなぜこのロードバイクを買ったかっていう理由なんですけども、結論から言うと、このマットなフレームカラーですね、マットな赤とマットな黒のこのトレックってロゴが入ってるこのフレームに一目惚れしたからです。ロードバイクを買った時の私っていうのは、コンポーネントって何っていうぐらいの知識だったんですね。全く知識がない中でスポーツバイクショップに勇気を持って入ってみて、もう単純にこのフレームカラーがかっこいいなと思ったから買いました。今でも大事に乗ってますので、まあ本当にフレームカラーで買ったことは良かったのかなと思ってます。当時販売員の方にはこれのドマーネ S5 っていうのがありまして、今こちら S4 なんですけど、 S4 から S5 になるとコンポが5800系の105 11速のものがついてたんですね。でまあこれから11速が主流になるよっていう話も当時あって、絶対 S5 買った方がいいよと、当時2万円ぐらいの価格差で販売されてたんですけど、だったらもう最初から11速化の105を買った方がいいよっていうアドバイスも受けてたんですけど、まあ、当時の私からするともうちんぷんかんぷんですよね。ただ S5 勧められたんですけど、好みの色じゃなかったんです。好みのフレームカラーじゃなかったんですよ。黒と白のフレームカラーでツヤがあるタイプだったんですけど、アドバイスを受けてもこのフレームカラーですね、赤と黒のマットなフレームカラーに惹かれて、このドマーネ S4 を選びました。このドマーネ S4 を買ってから、まあ、ちょうど2年ぐらいが経つんですけども、もうその2年経った間にだいぶ仕様を変更しまして、まず、コンポーネントは R7000 の105に変えまして11速化しました。ホイールはですね、今はゾンダを履いております。サドルもトレガーのエントリーサドルがついてたんですけど、今はファブリックのものを使って乗り心地を良くしたり、ステムもボントレガーのプロステムっていう結構軽量なアルミのものを使ってます。でそのプロステムを使うことによって、こういったボントレガーのブレンダーシステムですね、こういう風にサイコンつけたりゴープロつけたりっていうマウントを自由に取り替えできるような仕様にしております。こんな感じで
どんどん乗っていきたいロードバイクの一つでもあります。ドマーネの乗り心地とか思った感想なんですけども、このドマーネを納車してからですね、私いろんなバイクを試乗してきました。だけどもやっぱりこのドマーネは乗り心地はすごくいいです。その理由はここにアイソスピードっていう、これですね、トップチューブとシートポストの、ここら辺に、振動をですね、吸収ですねするような仕組みとなっておりまして、要はこう一体型じゃないんですね。こことここが分割された構造になっておりまして、振動を吸収するような構造となってます。それによってなんですけど、やはりお尻にここにずっと座っててもちょっとやそっとの段差のとこでは全くお尻が痛いとか振動が来るっていうのがないんですね。アイソスピードってすごいいいなと思いました。もっとハイエンドなものになると、ここのアーム側にもアイソスピードっていうのがついていて、こっちも振動が来にくくなって乗り心地がいいものとなっています。で、2年乗った今になっても別にここのアイソスピード、こういった風に構造が分割されたりするとメカトラとかも増えると思うんですが、2年乗った今でも別に不具合とかないですし、魅力を感じております。今の私のドマーネはもっとその性能もアップして乗り心地もアップしているような状態なんですけど、完成車の状態の時に200キロ走ったことがあるんですよ。その200キロ走る中でもそんなにですね、お尻がめちゃくちゃ痛くなったっていうのがなかったんですよ。ドマーネの特徴を一言で言うなれば、ロングライドに向いている、エンデュランスロード、ロングライドに向いていて乗り心地がいいロードバイクだなと思いました。トレックが歌ってるそのままですよね。トレックはマドンがエアロロードで空力に優れているロードバイクで、エモンダが軽量なヒルクライム向けのロードバイクで、エンデュランス系もう乗り心地が良くてロングライドとかに向いているロードバイク、もう本当そのままなんですけど、ロングライドとかには非常に向いているロードバイクだなと思いました。今のこの仕様と私の持っているキャノンデールのスーパーシックスエボのロードバイクと比較しても、ロングライドを、じゃあロングライドを100キロ走るなら間違いなくドマーネの方を私は今なら選択すると思います。もうドマーネの方が乗り心地がすごくいいです。はい、今日はそんな感じでトレックドマーネのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。これからもこのドマーネ活躍します。